に根ざしたさまざまな取り組みを行っている平井親和会商店街振興組合。今回は理事長の濱田さんに SDGs の取り組みについて伺いました。商店街の中でですね、 SDGs に関わるようなですね、ものを大切にしたいとか、一緒にですね考えていきたいなというふうな、そういう取り組みをしたいなと思っているところです。我々も最初難しく考えてしまった部分もあったんですけど、マイバッグを持ってくるとか歩いてくるとか、そういったことも一つ一つ SDGs につながるよというふうな話を聞いて、そういうことならば我々でもなんとかね、皆さんにお知らせしながらできるんじゃないかなというふうには考えています。また若いお母さんたちにもですね、来ていただけるような、そういう商店街にしなければいけないなと。そうすることによって長くですね、お客様が商店街に来ていただけるんじゃないかと。コータっていうキャラクターがおりまして、なかなか人気があってですね、コータが出てきますと子供さんがわっと寄ってくるとか、そういうような賑やかしにはなっていますね。そして子供さんに風船に似顔絵を描いていただいて、駅前に掲示をしてですね、そうすることによって家族がですね、商店街に寄ってきていただけるんじゃないかというようなことも考えています。この商店街は江戸川区の中で一番古い商店街と言われている、そういう古い通りなんだけれども、またできるだけその時代その時代に合うような、お客様方に喜んでいただけるような、そういう商店街にしていきたいなというふうには考えています。あなたにとって SDGs とは？子どもたちに美しく楽しい街を残したいという思いです。